乃木静子の義静子から1912年9月13日は幕末、明治期の女性で陸軍大将、乃木稀助の妻。生誕地安政6年11月6日、鹿児島範囲、ゆちさだゆきと、貞子夫妻の四条として、薩摩国鹿児島軍鹿児島近在潮屋村に出生。陽名は、お七、またはお七。明治5年12月2日、 数え14歳の時に、海外留学から帰国した長兄上記に呼び寄せられる形で家族揃って、東京赤坂ため池二番地の、輸地上規定に転居し、麹町区の麹町女学校を卒業した。陸軍軍人、伊地知康介や津静蔵らの勧めにより、躊躇しながらも数え20歳で、野木マレスケと結婚。静子の方がマレスケに対して興味。 思いを持っていたとされる文献もあるが、これは間違いである。事実は逆で、マレス家の方が、鹿児島の女子しか嫁にもらわぬと述べている。長男、勝則をはじめ、四人の子宝に恵まれるが、勝則と次男、安則を残し、下の二人は生後、間もなく溶接する。新婚当時は生活も厳しく、貧しい生活をしている上に、姑、都市ことの確執もあり、 苦労、苦悩が続き、一年半ほど、勝則、安則を連れて別居している。日露戦争が開戦すると、出生する、マレスケ、勝則、安則に、銀座の高級化粧品店、資生堂で一つ9円もする香水二つと8円の香水一つの計3つを購入して送った。当初、静子は9円の香水を3つ購入して3人に、それぞれ送るつもりだったが、 9円の香水が2つしかなかったため、9円の香水を勝のりと安のりに、8円の香水をマレスケに送った。当時の9円というのは、成人女性が精一杯働いて稼ぐことのできる平均給与の約2ヶ月分に相当する。静子がそこまでして高価な香水を送ったのは、もし戦死した後、遺体から哀愁が放たれれば、 夫と愛息が不憫この上ないという妻として、母親としての悲しいまでの家族を思いやる愛の表現であった。1904年5月27日、勝則が金州南山で銃弾に撃たれて腸を損傷。向こう側が丸見えになるほどの風穴が開き、軍医による手術、治療を受けるも出血多量で戦死した。この後、 勝則の戦死の知らせを聞いた静子は深い悲しみに暮れ、3日、3晩泣き続け、一節にわちの涙を流したとも言われる。1904年11月30日、苦戦を強いられていた帝国陸軍は、第三軍司令官、マレスケと小玉玄太郎大将の戦略で203高地を進軍していたが、この時に、安則が、砲弾に撃たれたショックで岸壁から滑落。 岩場に激突し、頭が砕けて戦死した。不思議なことに、安則が戦死したという知らせを聞いたとき、静子はなぜか勝則が戦死したときのようには、泣き崩れず、落ち着いた様子で、戦死の事実を受け入れたという。一説には安則が戦死することを幼稚していたのでは、ないかとも言われる。すべての子供を先に亡くした静子は、そのショックから生きた感じを見受けられないような外見に、 なっていたと言われる。晩年は盆栽などをわずかな楽しみとしたと言われる。自決当日の乃木夫妻、乃木マレスケと静子の墓1912年7月、明治天皇が糖尿病により崩御その後の1912年9月13日、明治天皇を追って殉死した夫、マレスケと共に、東京市赤坂区新坂町の自邸に乃木公園として開園し、1950年以降は、 東京都港区が管理している。園内に、乃木てと旧車が保存されている。にて胸を突き死亡した。去年54、夫、マレスケの遺書には、死後のことで不明な点は静子に聞くよう記されていた。すなわちマレスケは、遺書を書いた時点では静子が自分と共に死ぬことを想定していなかった。しかし、 静子は前日の通り4人の子供全員に先立たれた、ショックから立ち直ることができず、夫と共に死ぬ道を自ら選んだのではないかとも言われている。ゆちは、ゆちと読む。ありがとうございます。